皆さんこんにちは。今回はスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作り、やるたびに完全に、新しいチームが出来上がります。はい、オーストラリアのケイヒルですね。もう説明不要の、顔なじみの選手ですね。特筆すべき能力、ジャンプ力、ヘディングですけど、それ以外にもね、ディフェンス能力全般がほぼ70で、パス能力等を含めた全体的な攻撃の、センスも75以上ということで、非常にね、器用な選手であることが、特徴ですね。はい、センターフォワードだけじゃなく、オフェンシブミッドフィルダーとか、サイドミッドフィルダーで起用してもそこそこの器用さを発揮して、能力をね、全開にするっていうね、そういう、特徴的な選手ですね。はい、久保優也の方ですね、これ。金崎夢がいます。金崎と久保ね、どちらがウイングにふさわしいかというと、金崎夢の方がね、よりスピードがあってウイング的ですね。久保優也はやっぱりストライカー能力高いですね。ビダル、キミヒ、シャカ、強いですね。はい、このね、シャカっていう選手ね、ロングフィード能力95と非常に高いんで、ロングフィード能力を生かすためにはできるだけね、ここら辺で使いたいですね。まあできればここがいいですけど、センターミッドフィルダーと。もうね、ここのオフェンシブミッドフィルダーにしちゃうともう、ロングフィードね、能力出てこなくなるんで、いやーこれどうしよう。でも、これですか。これ強いっすね、中盤。はい、カゼミーロがいます。ベイラミ。はい、で、さらにクアトロアド。クアトロリットしたいな。強すぎる。はい、金崎と久保が霞んだスキーパー、フランスのロリスが入ってますね。で、アルジェリアのキーパーもいますけど、ロリスの方がよりね、ワールドカップ優勝キーパーなんで。はい、で、マフレーズと、アルジェリアの選手、塩谷司。はい、もう久保と金崎も外れちゃいますね、これ。ちょっとね、リヒトシュタイナーとマフレーズの共存が若干難しいですけど、やっぱりね、ケーヒルセンターフォワードで、誰がいいのかな。クアドラードかな、やっぱり。ストライカーで。はい、もうこれで完成ですね。ここ、またトライアングルにするかな。キミヒでもできないのか。はい、ちょっとね、ここがへこんでるのが気になりますけどね。中盤3-3ブロックで強いんで、はい。これで左ケーヒルとマフレーズのコンビネーションですね。相手は日本を引いちゃいましたね。はい、日本ね、組織守備非常に強いチームですけど、課題はね、個の力ですね、やっぱり。はい、今もね、マフレーズ、ケイヒルが完全に裏取ってダイレクトでシュートして1点っていうね。はい、森保ジャパンがね、1対1でデュエルして勝てるように取り組んでますけど、やっぱりね、それやるのはかなり、やっぱりね、日本代表って、1対1の能力ですね。これが世界との、最大の争点なんでね。はい、ケイヒルのヘディングシュートですね。今のもケイヒル競り勝ってますね。はい、クワドラドキープシュートで、強烈ですね、今の。はい、はい、塩谷がカットします。マフレーズ、これニアで、はい、ケイヒルの強烈なシュート。今ニアのパス出しましたけど、あれもね、日本代表のね、長屋を使った3センターバックですね。あれを見て最近ね、対応するようになりましたね。はい、ケイヒルの動き出し、シュートで1点ですね。今も一瞬の隙ですけどね、やっぱり中央が相当空いてるんでね。はい、冨安がケイヒルにつききれなかった形ですね。これマフレーズがプレッシングいってます。ドアン強いですね、今のも。はい、ただ、キミヒがボールカット。いやー、長いの。はい、また同じ形ですね。はい、クアドラードね、ここでもう PMI で完全に、ボールキープしちゃってるんで、こうなると厳しいですね。日本代表としてはね、左の山口翔太郎がクアドラードにもう完全に当たりに行く形を作らないとね。いやー、今のパスがいいんですよね。はい、細かいパスですけど、非常にスピードあってね、やっぱりそれで完全にリズムね、変わっちゃうんで。はい、長井がいます。ただ日本、長井のところが怖いですね。これケイヒル、はい、シャカがいきます。ちょっとまだシャカのロングフィード能力出てない。はい、これビダルが奪って、強烈なミドルシュートはキーパー正面と。ビダル意外とね、ボール持ってからがそこまで器用さはないっていう感じですかね。いやー、強い。はい、クアドラードのシュートはキーパーと。今キミヒですよね、多分。ロングフィード非常にね、はい、3-0ですね。ビダルここに上げる手もありますけども、上げずにこのまま行きたいぐらいですね。
まあ、あとは久保をね、交代で入れるかどうかぐらいですかね。はい。もう完全にね、崩してますね。で、このフォーメーションだとやっぱり日本代表サイドがちょっとね、穴になってますね。はい。このサイドで起点作って、っていう感じで、はい、ビダルが上がって、リヒトシュタイナーボールキープ。で、ケーヒルに狙っていくと。うん。はい、マフレーズからニア狙い。はい、またね、ニアですね、今の。ケーヒルのシュート。はい、マフレーズボールキープします。いや、強い。はい、シャカがいきます。カゼミール奪って、ケーヒルの強烈なシュートでさらに1点と。いいですね。ここがやっぱり相当効いてますね。ちょっと、でも久保に変えちゃうか。はい、久保も使って、まあ、ビダル置いてね。で、キミヒヒどうしようかな。まあ、真ん中でシャカがちょっと、ロングフィードを発揮してもらって。まあ、さすがにクアドラード変えるのもったいないな。まあ、いいや。はい、ちょっと日本人入れます。はい。うん。はい、塩谷司がプレッシング。はい、奪いましたね。はい、まあ、パス回しがね、相当。はい、君比が奪ってます。はい、金崎のシュート。キーパーですね。はい、リヒトシュタイナー、君比と。いや。はい、塩谷のシュートですね。このフォーメーション、ここですね。ここ、一応ストライカー配置ですけど、意外とね、低めでボールもらうこと多いので、まあ、ドリブル能力ですね。これは結構、まあ、フォーメーションにもね、現れてますけど、これ、センターフォワードに比べたらかなり低いところですね。はい、ストライカー意外とこっちに動き出したりとかね、まあ、引いてもらってきたりとかね、そういうことが多いんで、ここね、得点能力以外にもストライカーですけど、割と器用な、ドリブル能力等も求められる感じですかね。もうここは完全に、得点能力が第一候補ですね。裏抜けして得点ゲッター、あるいはヘディングで、ゲットするみたいなね。はい、全体的にフォーメーションいいですね。はい。あと30分。はい。奪ってもう1点欲しい。マフレーズ。いやー、冨安が結構、そうですね、今のところもああ。はい。今、金崎のもらい方、完全にドリブルが必要なもらい方ですよね。あ、うまい。うまいけど、今、久保が相当いいプレーしましたね。はい、シャカ、ロングフィード、シュート。いやー、ちょっと、やりすぎか。やりすぎですね。はい、君、長いの強さが。はい、君、ボール、もらいます。はい、シャカのロングシュート。あ、強烈ですけど、キーパーと。いうことで、はい。4対0ですね。まあ、内容的にね、悪くなかったですね。意外と作れたからと。ただね、やっぱり前半の方がね、良かったですね。久保優也と、金崎もね、絶対、悪くないですけどね。はい。まあ、やっぱり、相手のね、日本代表、コンビですけども、まあね、ワールドクラスの選手に比べたらちょっと劣るかなと。日本代表としてはね、やっぱり、まあ、もうちょっとね、堅く守りたいですね。今、森保ジャパン3センターバックに取り組んでますけど、やっぱり3センターの方がいいかなっていうね、感じですね。こっち、フォワード2枚並べたときに、ちょっと冨安、庄司だけじゃね、若干不安が残るというかね、柴崎と山口にかなり負担がかかる形なのでね、はい。もう、でね、こっちフォーメーションは悪くなかったですね。もう左でも右でもゲーム作れて、中盤が、最強ということですね。はい。もうちょっとシャーカーをね、うまく使いたかったですね。ロングフィード能力、抜群にあるんですけどね、まあ、前回とは言い難かったかなと思いますね。まあ、もう全体的にね、日本代表完全に押し込んで、長井健介ちょっと怖いですけども、長井健介にボールが渡らないような、そういうね、ゲームの作り、できてたんで、それぐらいね、強く当たることができてましたね。はい。ちょっと後半の途中でフォワード変えちゃったんでね、機能性の比較がうまくできないですけど、まあ、ビデル、君、飛車かと。このね、黄金のプレッシングラインで、もう完封勝利っていう感じですかね。はい。ゲームの作り方としては、まあ、もうね、特筆すべきところもないぐらいの、完全なる、
崩しの形見えてましたね。で、左サイドですね、ちょっとニア割と狙ったんですけど、若干成功率ね、低かったですね。これまあ、キエヒルにしても、久保優也にしても、やっぱり永井に比べるとスピードはそこまでないので、本当にね、足が速い選手ですね、センターフォワードに足が速い選手を置いた時の、このニアの裏抜けのスルーパスですね。これが、まあ、効いてくる可能性大ですね。で、抜けた後ね、まあ、自らシュートを打つのか、クロス上げるのか、あるいはね、もう一回ゲーム作るというか、ここでね、一回溜めてから何か折り返すのかっていう感じですかね。はい。そこの攻撃パターンですね。というわけで、今回はサッカー日本代表相手に4-0でした。また次回一緒フルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。